ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道作ゼニガタヘイジ取物控えより金星の譜この作品、金星の譜は、昭和14年、1939年、オール読み物7月号に掲載されました。それでは、本文をどうぞ。 第一章笛の名人春日東西門は分別盛りの顔を曇らせて高々と腕をこま抜きました「おっょうこのお願いは無理でしょうが亡くなった父一式清五郎からお師匠に預けた金星の符あれを吹けば人の命に関わるという言い伝えのあることもことごとく存じておりますが。 お師匠の元を離れるこの私への選別にたった一度ここで聞かしてくださるわけにはまいりませんでしょうか。一色智絵は降り入って両手をたたみについてこう深々と言い進むのです。かすが東在門にとっては方売でもあり競争者でもあった一色正五郎の忘れ方み。 一時は酒と女に身を持ち崩しましたが近頃はすっかり志を改めて芸道熱心に精進し今度はいよいよ師匠を東西門のもを離れておぼつかないながらも一家を起こそうとしている男でした取って二十七少し虚弱で弱気ですが笛の方はなかなかの腕前でもう一人の内弟子の鳩や小八郎と 「いずれれれととも言われないい噂されました、うん、いちいちもっともお前の言葉に少しの無理もない」が「金勢の夫は三代前の一色家の主一色総六という方が寝取りから編んだ世にも怪奇な曲であれを作って間もなく狂し狂い死にしたといわれるその後あの曲をそうするごとに 人知の及ばぬ異変がありお前の父親一式清五郎殿が厳重な封をしてこの私に預けたのだ流儀の奥殿肘ことごとくお前に伝えた上はあの金星の秘局も返しても良いようなものだが何と言ってもまだ三十前の若さでは万一の過ちがあっては取り返しがつかぬ決してあの曲を憎むわけではない せめてあと三年待つがよかろうと思うがどうだすううは、どりを尽くしてこう言うのですよくわかりましたお師匠様でも私のような若い者には笛を吹いてたたりがあるということは受け取れませんそれはほんの巡り合わせか吹く人の心構えの狂いから起こった間違いでございましょう。 それに私は自分の未熟もよく存じております金星の秘曲をこの私に渡してくれというようなそんな大それたことは申しませんたった一度でよろしゅうございます高額のためにお師匠のもとを去るこの私に意識家に伝わる秘曲を吹いて聞かしてくださればそれで堪能するのでございます東西門は口をつぐんで 「金星の,の,の曲に間がさすというのは夜分人に隠れてそっと吹くからでございましょう。一日中で一番陽気の盛んな時例えば小馬の国といった時四方を明け放ち皆様を命名のお部屋に入れ日の元の用心までも厳重に見張って心静かにそうしたなら騎人といえども 上ずる好きがないことでしょう。一色ともえは芸道の修心のためにどんな犠牲でも忍びかねない様子でした。いかにももっともそれほどまでに言うならこの悲劇の風をといてお前にも聞かせこの私も心の修行としよう。かすが唐財門はとうとう折れました。この話の始まった たのはちょうど5つ半9時それから準備を整え小九つ少し前には妻玉江娘百合やめ下城志の下男佐久松内弟子鳩谷小八郎をそれぞれの部屋へ入れ主人春日東西門は一色巴とたった2人奥の稽古部屋に相対して30年前巴の父 一正五郎の封じた金星の符の包みを解きました中から出たのは平凡な納棺の符が一冊それを膝の前に開いて春日徳左衛門は見つめました「よい子。は一色巴は五六尺下がって畳の上に両手をつきますアブが一匹座敷を横切って庭へ飛び去ると真夏の日はカー と照り出して青葉の繁栄照り返しが東左衛門の肩びらや白い障子を深海の色に染めるのでした高々と塔を巻いた沼玉の脳幹血のような歌口を示しながら東西門はさっと金星の歩に目を走らせますちょっと見たところでは何の変哲もない寝取りの変奏曲バリエーションですが 心静かに吹き進むとその旋律に不思議な不気味さがあってぞっとそびらに水を流すような心持ち東西門はいくたびか気を変えて途中からよそぼとしましたが唇は笛の歌口にこう着して不気味な調べがょぼとなるばかりこれはしかしいろいろの先入心が脅迫観念になって技量に自信を持ちすぎる 春が東西門の心を脅かすのでしょう吹き終わった笛を流儀のとおり膝の前に置いて東西門はほっとため息をつきましたしばらくは師匠も弟子もものを言うことさえ忘れていたのですありがとうございましたややしばらくたって緊張の緩んだ一色巴は丁寧に一礼しました その時下男の作物のすさまじい声が遥の方から真昼の部屋部屋をつつづけて響きます第二章どうした、何が大変だ家中の者が八方から集まりました作物がどなっているのは中庭に背いて庭木戸に面した二番目娘綾音の部屋の前踏み石の上に立ったまま 縁側へ手をついて部屋の中をのぞく格好になったままなおもちがいじみた声を張り上げているのです「お,お,嬢お,お嬢さんがお嬢さんが娘がどうした一番先に駆け込んだのは春日東左も門それに一とも巴が続き鳩や小八郎が続きましたはすさまじい恐怖が花火のようにさく裂したのも無理はありません部屋の中に 若い娘が一人首に強靭な浅縄を巻かれその縄尻を二軒ばかり畳から縁側に引いてうつむきになったまま死んでいたのです早めが引き起こした東西門は一目それは妹の早めでないことに気がつきました「はだお姉さんまあ」。 姉の死体にすがりつきました無残な姿になっているのは少し足が悪いゆえひどい放送で見る影もない器量になった姉娘のおゆり二十四になるまで両親のそばにいて芸事に精を出している日陰の花のような娘でした19になる妹のあやめは姉に比べるとびっくりするほどのきれいさその方は 幸いに無事だったのですまあどうしたことでしょう母の玉江は一番遅れて縁側へ顔を出しました19の時あやめぼ分で今年は37ママ子のゆりりよりははるかに美しく若々しくさえ見える難儀ぶりですそれから再現もなく混乱が続きました 医者が来る前に呼びかけるもの、泣き叫ぶ者、蜜をかけるもの、背中を叩く者、めちゃめちゃな解放をしましたが、おゆりはもう息を吹き返しそうもありません。町内の御用を聞き、佐吉が駆けつけたのは、それからまた一時も経った後のことです。一通り様子を聞いて、おゆりの死骸を見ると、すまねえが、お内に番所まで来てもらおうかい。 のある声が東左門とその若い女房のたまえを縮み上がらせます「ん分ましい中には違いないがこの女はそんな大それたことのできる女じゃありませんよ」「東左門は一応女房を庇護しました」「いや連れ合いの言うことなどは当てになるもんじゃねえ」佐吉は少し艶のよくなった頭を頑固らしく振ります。 ご心臓ささんんんじゃありませんよ親分さん下女のおしのしです21歳の純情をぶちまけて自分たちにはこの上もなくよかった主人の妻を救う気になったのでしょうおめえなんかの口を出すところじゃねえしっこんでいるがいいだってご神父さんは上野の九つの鐘が鳴るずっと前からつい今しがたまで私と一緒にお勝手にいたんだもの何だと そいつが嘘だった日にはてめえもろうへたたくまれるよ。いいですとも舌を抜かれても驚きませんよ。おしのは一歩も引きません。その真っ正直らしさも左吉の疑いを消し飛ばしましたがそれよりも縁側にしょんぼり座ったまま一言も弁解がましいことを言わない玉江の態度が今まで悪者ばかり見てきた左吉の目にもかなり不思議なものに映ったのでした。 よし、それじゃあおめえの顔を立ててやろう。ところでその縄を見せつくれ佐吉は死骸から外した縄を受け取って念入りに調べましたその先が罠になっているようだが鳩や小八郎はつい口を出しましたこの男は一色巴より四つ年下の二十三で武家出の腕も才覚もできた男分けても 妹娘のあやめと何かの噂を立てられている立派な男でもあったのです。なるほど、こいつは罠だ。どんな具合に首にかけてあったか、ちょいとやってみつくれ。さきの頼みに、みんな顔を見合わせるばかり、一人もたとうとするものはありません。親分さん、縄の先が罠になっていましたよ。投げ罠で。 獣を取るときにやるあの調子で、朔末は何の策意もなくそんなことを言うのです。ちょいっとそれをやってみてくれ。いやなことだがやりますよ。大きいお嬢さんの肩毛を撃つためならこれも仕方があるね。生ハさくまつは念仏を唱えながらユリの死骸の首に縄を巻いてみせるのでした。 なるほど。それなら遠くから放って首へ引っ掛けられる。おめえはどこのまれだ佐吉は変なことを聞きました。新州ですよ。最もっとも十七の時江戸へ出て二十五年も奉公しているが、すると前役か。へえ、新州にいる時はちょくちょくその揚げ罠で獣を取ったんだろう。時にはやりましたよ、親分。 今でも人間ぐらいなら取れるだろうなとんでもない作物は愕然としました守備よく佐吉の尋問の罠にかかったのですまあいいところで庭木戸は家から閉まっているようだがここはめったに開けません一もえはしかと言い切りました下手人は家の中のものでたった一人でいたものとなると 佐吉の目はともすれば警母・ママ母の玉江と下男の佐末の面ちょぼに探り寄ります第三章。親お,お助けを。その日の夕刻下男の佐末は辛くも春日家を抜け出すと下屋竹ちょぼから神田明神下まで一気に飛んで銭形平次の家へ転げ込んだのですほっ 施せとっちゃん平次はそんな無駄を言いながらこの侵入者を迎えました銭形の親分さんお助けください一生のお願い親分を見込んで命がけで飛んできましたおだてちゃいけねえ俺ら人におがまれるような悪いことをした覚えはねまあ落ち着いて話してみるがいい平次はおしつを顎で呼ぶと 冷たい水を一杯持ってこさせそれを作末に飲ませてともかくも落ち着かせました「おやぶんお願いまた拝むのかいとっつぁんあけも言わずにいきなり拝まれちゃめんくらってるだけだ訳を話してみねえ」平次とがらっぱちの八五郎に慰められて作末はようやく落ち着いた心持ちになりましたとつとつとした口調で どうにか飲み込ませたのは今日の昼頃から起こった笛のカスが東財門一家に起こった出来事の天罰です。こんなわけでございますおやぶんさん。金星の夫とやら不気味な笛の根のする最中、しは裏の物置の中を片付けていました。笛も済んだようだから庭でも吐くつもりで。 お嬢さんの部屋の前まで来ると。昨末はごくりと片ずぼのみます。無言でその先を促す平次。お嬢様は首に縄をつけて部屋の真ん中にうつむきに倒れていなさるじゃありませんか。部屋の真ん中にうつむけだね。仰向けじゃあるねえな。間違いはございません。 着物や髪型がよく似ているので、最初は見慣れた足も妹の綾音さんと間違えたほどですから卵をむいたような綾音さんと放送で羽ばたになったおゆるさんとは同じ姉妹でも大変な違いようで仰向きになっていれば間違えるようなことはありません。のほるほど疑いはお苗ぎの玉江様にかかりました。 おゆりさんとはたった等しか違わないママ母ですから佐吉親分が一応そう思うのも無理のないことです。あおないには心がけの立派な方でそんなあさましいことをなさるような人柄ではございません。それにまましい中の殺されたおゆりさんはひどいあばたの上に足も悪く。 浜さんのような寂しい心がけで暮らしている方でしたがそのお心持ちの立派なことと申しては。作末はつい涙しげくなるですで四重男の作末は長い長い方向の間に生い立ちからの2人の姉妹を見て器量は醜くとも心がけの美しいおゆりに淡い憧れを持つようになっていたのでしょう。で、 平はままたその先を促しました「佐吉親分は投げ罠を死骸の首にかけさせてみるような随分嫌なことをさせた上いきなり足を縛ると言い出すじゃありませんか。信州の山奥にいる時は随分投げ罠も使いましたが。 それはもう二十何年も昔のことで、江戸へ出て人間をやめることなどは夢にも考えちゃいません。なるほど。そいつは放っといちゃ気の毒だ。平次はついついそんなことを言うのでしたああ。ありがたい。それじゃあ銭形の親分さん、乗り出してくださいますか。あった。そんなに夢中になっちゃいけねえ。およう利きにも縄張りがある。下や竹町は。 佐吉の縄張りだ俺はあんなところまで乗り出すわけにはいかねえそう言わずに親分作松は拝んでばかりはいませんでしたいきなり平次の手を引き立てて力ずくでも引っ張っていこうとするのです冗談じゃねえそんなつまらねえことをしたところで親分はどうにもなるわけねがねえガラッパチの八五郎つい立ち上がりました ほ親分さんお願いだあっしはどうなってもかまわねえまあ殺されたお嬢さんのおゆりさんは本当によくできた方だあの仇を打たなくっちゃこの腹の虫がいいひえねえ作物は平地の手に取りすがったままポロポロと鳴くのですよしそれほどに言うなら言ってみようだが下手人は並大抵の人間じゃあるめ、ね、こんな人間を縛ったところで 後でおらんじゃならねえわかったかそれはもう親分さそれからもう一つおめえに聞いておくが娘の部屋の前の裏木戸は本当に閉まっていたんだね間違いはありませんさっき足が縛られそうになって飛び出そうとすると木戸は内から閉まっているじゃありませんかそいつは大事なことだハチ行ってみようか親分 平治の持ち前の探求心は、佐吉への気がでも忘れて、飛ぶと,うとうこの事件の真ん中に飛び込ませたのでした。第四章、竹町へ着いたのはもう夕刻。肝心の作末が大きな疑いを背負ったまま、行方知れずになって、佐吉がカンカンに怒っている最中へ、銭型平治と八五郎を連れて、 のっそりと帰ってきたのです。誰か言ってやがった野郎飛びつく佐吉。兄貴、待ってくれ。ボスはこの男から聞いたが、どうも下手人は他にあるようだ。と平次は見かねて割って入りました。おお、銭形の。兄の知恵を借りるほどのことでもねえようだ。人間の首ったまえ、揚げ穴なんか引っ掛ける野郎は、どう考えたって、その男の他にはねえ。 佐吉はプンプンとして昨末の物悲しい顔を指さすのです。そう思うのも無理やねえが自分で殺したならわざわざ罠を人様に見せて宴を背負い込むようなバカはあるねえ。その野郎は賢い人間だと言うのかえ銭形の賢くはねえだろうがまんざらバカでもねえ様子だ。それに兄平次は一向こだわりのない調子でそこに 片頭ノむエンジンの顔を一当たり見やりながら部屋の中に目を移しました。先知のふんまんは容易になごめられそうもありませんが、ここで向きになっては後の不面目をすくよしもないことを知っているのか。次第に職業的な冷静さを取り戻す様子です。ねえ兄、違いは顔向けじゃなくてうつむけになっていたそうじゃねえか。 うん、佐吉は不祥不祥にうなずきました。投げ罠を首にかけて遠くから引いて殺した者なら後ろ向きになっているところをやられたはずだから死骸は仰向けになっていなきゃならねえ。死骸はうつ向きになっているし作物はわらじを履いている。なかなか部屋に入って後ろから閉めておいて仰向けに転がしたのはどう考えても作物じゃねえ。 身に覚えがあるならそこで怒鳴っているわけもなく俺のところへ飛んでくる道理もねえ。まあ作末は放っておいて他を探してみようじゃねえか兄。平士の調子は陰銀ですが上理は串の葉のようにまっすぐに通って佐吉も今は争う余地もありません。すると下手人は困ったことに俺にもわからねえよ。<laughs> 平治の言葉の唐突な調子に佐吉は思わず笑ってしまいました佐吉の大笑いで2人の間のわだかまりが取れると平次は改めて春日家の一人一人に当たってみました主人の春日東西門は「何にも心当たりはありませんふぐではあったがあの娘は」 心がけの良い娘で人様に恨まれるはずもなくこんなことになってはかわいそうでなりませんそんなことを言うだけのことです縁談のこととか婿の話はと平次そんなことは耳を塞いで聞こうともしなかった娘ですか哀いそうに諦めていたのでしょうそれから話は違うがその金星の曲とやらは 本当にたたるものでしょうかさあまさかね。平治の真面目な態度に引き入れられて春日東左衛門は本当のことを考えていたのです。家柄だけに笛の奇跡を信じたいことは山々でしょうが娘一人を殺した相手が非人や魔人の仕業では親心が承知しなかったのです。二人のの弟子のうち どっちが笛が笛ういでしょう平治の問いはいよいよ定跡外れです一とも巴の方が少しうまいでしょうが若い自分に道楽強かったことや師匠のせがれという遠慮や性格的ないろいろの欠点が春日東西門の心を武家出の鳩や小八郎の方へ傾けている様子です 平次はそれぐらいにして内儀の玉枝を別室に呼んでみましたがこの美しいママ刃からは何にも引き出せませんおゆりの死んだ驚きと悲しみに点とぼして何を尋ねても世間並みの返事しか聞かれなかったのです続いてあやめこれは大変な収穫でした「悪る者はどうかしたら」 この私を殺すつもりでではなかかったでしょうか姉に似ぬ美しい顔をこわばらせてそのつぶらな目をしばたたくのですどうしてそんなことがと刑事だって笛の出のする間みんな自分の部屋にいるようにと言われたのに私は怖いからおっかさんのお部屋へ行ったんですするとおっかさんはお勝手へ行って。 お部屋にはいいららら、っっっしゃらなかったかたたお帰りを待っていたんです。その間に姉さんは私に用事があるかなんかで私の部屋へ行きうっかり手間取っているところを後ろ姿が似ているので私と間違えて殺されたのではないでしょうか年はぶ分違っているけれどあんまり着物の柄が違っては夜参り前の姉さんに気の毒だからとおっしゃっておっ母さんのお指図で 私とお姉さんと似たようなものを着ているんですあやめの話は乙女らしくたどたどしいものでしたでも平次は巧みにその話を整理していくとくせ者の意図がどこにあったかがわかるような気がしましたこの優れて美しい娘が事件の原動力になって気違いじみた殺りくへ誰かを引き込んでいったのでしょう この娘の娘命を狙う者は誰平治の目は若い2人の男鳩や小八郎と一色巴に釘付けになりましたもう一度その微妙な消息を春日東左衛門に聞くと「一色巴にも鳩や小八郎にも娘をやると約束した覚えはありません」とはっきり言い切ります。一式恵は、 東西門の昔のほうばいの子ですがほうらつで弱気で笛の腕前は確かでも娘をやる気にならず鳩や小八郎は武家の出で腕もよく男ぶりもなかなか立派ですが人柄に気に入らないところがあって娘の養子にはしたくないといった心持ちが東西門の言葉の外にあふれるのでした。もう一度あやめに聞くと、 これは真っっにになって何にも言わず、母親の玉江は「何と言ってもまだ中腹ですから人柄を見抜くことなどは思いもよりません」と謎のようなことを言うだけでした第5章平治は庭に降りて庭石の配置やかなり深い植え込みの様子や裏木戸の具合を調べてみました作松が言ったように 裏木戸は内から若木がかかっておりますが釘は刺していずその下の辺りはよく踏み固められて変わった足跡などをつけられそうもありません引き返して一色巴を探すといつの間にやら稽古場に引き込んで春日東西門が置き忘れたままの金星の秘曲の前に 愛感に息を入れて一生懸命工夫をしておりますこう音を立てずに吹いていてもその道の者には曲の感じがわかるのでしょうそれが金星の譜とやらで平次は静かに近づきましたえ一式ともの振り返った目には芸術的陶酔とでも言うのでしょうか夢見るようなものがありましたそれを吹くと 人がが死ぬほどのたたりがあると言ううでしょう私はそんなことを本当にはできませんこの曲は少し変わってはいるけれど寝取りには違いないのですよ寝取りとはどんなものかそれさえ平時には分かりませんところで一木さん死んだおゆりさんはどんなお嬢さんでしたもう自分のない人でした優しくて慈悲深くてお気の毒な 妹のあやめさんは「あの人はきれいでしょうあんなお嬢さんはめったにありませんね」「一色巴の目は芸術的な陶酔から覚めて現実の世界の憧れに生き生きと輝きます」「平次はそれ以上に追求する題目もなかったのでしょう」「一色巴と,と別れて今度はあやめと廊下で立ち話をしている鳩や小八郎を見つけて」 人のいないいなところに誘いました鳩屋さんはお武家の出だそうっすね三男ではどうにもならない風でも稽古しなきゃ少し捨て鉢な調子です死んだお夜さんはどんなお嬢さんでしたいい人だったあんな人はめったにないな妹のあやめさんはさあ小八郎は 贋竹の深い笑いを残して平治の思惑にかまわずさっと向こうへ行ってしまいました「親分星の渡りは着きましたか?」。がらっぱちは心配そうな顔を出しました平治の動きを不愉快な顔で見守っている佐吉の態度に少しばかりむしゃくしゃしている様子です「分かってもう縛るわけにはいかねえよ」へ。 よっぽどたくんだ仕事だ。仕事こんな恐ろしい人間を俺はまだ見たこともねえ平次はなんとなくしぼれ返っております男ですかい女ですかいそれがね驚いたねえガラッパチは恐ろしく酸っぱい顔をしてみせるのでした分かってるじゃねえか蜂屋に佐吉はにがりきった顔を持ってきます 佐吉兄。俺も分かったつもりだが、どうも腑に落ちねえことがある。一晩よく考えて、明日の四つ過ぎに、またここで会うことにしようか。平次は変なことを言い出しました。そんな手数のかかることをしなくったって、星の匂いのするのをあげたらいいじゃねえか。と佐吉、それがいけねえんだ。佐久でなきゃ、 ママ母の玉えさ下女と一緒にお勝手にいたっていうがあの下女だって一役買っているかもしれねえ。まあ待ってくれ佐吉兄下手人はどうせ逃げっこはねえ何事も明日のことだ。平次は何か考えたことのある様子でさっさと引き上げましたが一日を行くと小戻りして主人の春日藤兵を呼び出し門口で何やら 念入りな注意を与える様子でしたそれからまっすぐに神田へ八これから一晩かかるつもりで一式巴と,もえと鳩や小八郎の身元を洗ってくれ親兄弟のこともできるだけ詮索するんだよそんなことならわけやねえそれから下引きを借り出してあのうちの通夜にやってくれ一人で一人ずつ見張りをつけるようにするんだ分かったかへっ 油断をするるとと恐ろしいことになるぞ。何が何やら分かりませんので八五郎は面食らって飛び出しました平次の言いつけたことを忠実すぎるほど忠実にやり遂げるのがこの男の取り柄です第六章明くる日平次と八五郎と佐吉が のの春日家に顔を揃えたた。は四つ半少しし過ぎでした平治の警戒を裏切って無事な一晩が明けると春日家の空気もさすがにいくらか冷静さを取り戻した様子です「少し分かりかけたことがあります面倒でももう一度昨日の通りのことをやってください」。平次は変なことを言い出しました。 昨日の通りというとう驚いたのは春日東西門でしたみんな昨日の昼の通りにお勝手にはおないいと下女お嬢さんは親御さんの部屋に鳩屋さんはご自分の部屋佐久松は物置ご主人と一式さんは稽古部屋そして昨日と同じように上野の九つが鳴ったら金星の風を吹くのです。 そんなことがあまりのことに春日東左衛門はさすがに尻込みしました「いやこれをやらなきゃお嬢さんを殺した下手人は分かりませんよ」「さあもうのつが近い永明の部屋に行ってください」「平次は呵赦しません八五郎に手伝わせて押し込むようにそれぞれの部署に着かせると家の中はしばらく死の石箔が了しました」 しーんとしとた真昼の寂しさやがて上野ののつの鐘が鳴ると奥の稽古部屋から不気味な笛の音が明るすぎるほど明るい真昼の大気に響いて読みの音楽のように聞こえてくるのですややしばらくすると裏木戸は外から静かに開きました若木がかかっていなかったのでしょう。 と軌道をしてそっと入ってきた怪しの者が一人足音も立てずに部屋の外へ忍び寄ると戸袋の影からするりと縁側に滑り込みました見ると畳の上を膝で歩いているのです部屋の中には後ろ向きになった女が一人怪しい者の手からそれをめがけてさっと縄が伸びましたと女と見たのは

の始末を2人に任せて静かに庭へ飛び降りた時奥から勝手から東左衛門と2人の弟子と女たちはいっぺんに飛び込んできました「このとおりみんなの気のつかねえように裏木戸を閉める隙はある」平次はその間に裏木戸の若木をかけて元の縁側へ帰ってきたのです。ガラッパチとチがと めちゃめちゃに縛り上げたセモ者を見ると下屋から浅草の界隈を物もらいをして歩くバカの馬吉という達者な三重男あれ何をするんだよ俺は何にも悪いことをしねえよボロだらけの装束を揺さぶりながら大声にわめき散らすのでした馬吉とんでもねえやろだなんだってこんなところへへってきたんだは 静かに聞きました一貫の大仕事だよ一貫俺おめえ何だって食えるじゃねえかその銭をくれたのは誰だ佐吉は少し焦ります知らねえよ言っちゃならねえことになっているんだよしよしおめえはいい男だ俺が二巻やるからその銭をくれたのは誰だか言ってくれ平次は餌を掘ったのです ウ嘘だろ嘘じゃねえほらこの通り平次は一つ紙の銭と小粒を混ぜて馬吉の膝小僧の下に並べたのです額は2分以上あったでしょうが馬鹿にとっては一貫の上は二貫でなければなりませんああ随分あるなそれだけありゃ馬だって殺してやるぜ銭をくれた人かい 顔はかからなかったよこの暑いのに頭巾をかぶった侍だったよそういううちにもバカの目はこのましそぼにひとつかみの銭の山を眺めるのでした皆さんに聞いてもらえていたいことがあります平股部屋へ集まってくださいバカの真吉はそのまま物置きへ放り込んでおきゃ銭を眺めて遊んでいますよ平次は春日家の人たちを 下女の忍野から下男の作久まで奥の稽古部屋に入れました親分馬吉をけしかけたのは誰でしょう春日東西門はさすがに気が気でない様子です今に分かりやすよこれでみんなかしらいや頭数なんか数えるまでもねそこで馬鹿の馬吉を使ってお嬢さんを殺したくせ者は誰か 「これから考えてみましょうこれから考える」という悠長な言葉に東左衛門は眉を潜めました「くせ者はびっくりしちゃいけませんよ実は妹の綾めさんを殺す気だった」「馬鹿の馬吉を手なずけ膝で歩くことや縄で締めることまで仕込んであの日裏木戸から植え込みの影へ誘い入れて隠した」 牧師には上野の九つが鳴って奥で笛の音がしたらそっとお嬢さんの部屋へ入って謝るように教えておいた笛の音と一緒にやるのはその時刻にはみんな命め名いめいの部屋に入って小顎は時のたつのを待っているからあの部屋のあたりには人目がねえ上に自分は何の関係もねえことを他の人に見せつけておくことができるそれから何もかも 金符の,のたたりと思わせることもできるかもしれずそれがいけなければふだん投げ罠の自慢をしている作物に罪を着せることができる平次の説明の恐ろしさに思わず一同は顔を見合わせました「それは誰だ親分言ってくださいその娘の命を狙ったのは誰だ!春日東西門は」東門 たまりかねて平治の方ににじり寄りました娘の仇がわかったら即座にも切ってかかるつもりでしょうあれあれが下手人ですよ平治は耳をすまして遠く物置の方を指さしましたこようこようだやろう八五郎の知ったと刃とじっての愛物元が明るい真昼の空気にじーんと響きます 平士を先頭にみんな飛んで行きました物置の前では八五郎に組み敷かれた一人のクセモノまだ精一杯に争い続けておりますはっトモエ東西門もタマエもやめも色を失いましたそのクセモノというのは金星の秘曲をあんなにせがんだ猫の子のように弱々しいあの一式トモエの 取り乱したた凄まじい姿だったのです。この野郎がバカの真吉を後ろから合口で刺そうとしやしたよ。ガラッパチのいい性の良さ、そんなことだろうと思ったよ。恐ろしく悪知恵の丸る野郎だ。平次はガラッパチに手を貸して一とも巴を縛り上げます。親分これがくあ者。 娘を殺ししたたののがこの男でしたか東西門はよろよろと崩れて鳩や小八郎に助けられました一色家の何もかも格式も芸もみんな春日家のお前さんに取られたと思い込んでいるんですよ本性の曲がった人間の考えることはまともな人間には分からねえ不意に縛られた巴は立ち上がりましたそればかりじゃねえ あやめまでこの俺を踏みつけやがったバイタッ、はあものすごい呪いのしったを浴びてあやめは暴風の前の草花のように内地に崩れました八向こうへ連れて行け平次は八五郎に目配せして必死と狂う一色巴を遥かの方に遠ざけながら続けましたみんなあの男のひがみだあ 内弟子も外弟子もあんなきれいな娘を感情に入れずに芸事にばかり打ち込んでいると思うのも間違いだ人間は人間が考えるよりは弱い早く向こうを決めるこっですね平次はそう言い捨てて八五郎の後を追いますいつもの人を縛った後口の悪さをなめているのでしょう 馬,鹿の馬吉は物置の中でいつまでも銭の感情をしておりました手に負えないおびただしい宝に陶酔した顔を上げて時々ニヤリニヤリとするのを手柄を封印した佐吉はいまいましく寝めつけております。 野村古道作「銭形平治取物の控え」より「金星の譜全文」「読み切り」「書出オール読み物」「昭和14年1939年7月号」より。